これ自衛隊の船かな。さあやってまいりました、沖ノ島です。さあ到着、海に着きました。リアル居酒屋バンライフ会場であります。本当だ。父ちゃん、これが島？そうだよ。葵が想像してたのと全く同じ。ね、海すげえ綺麗じゃん、これ。そうだよ。そうだよ。よーし、到着、沖ノ島。さあ早速トラブル発生です。こちらの駐車場に移動しました。なぜかというと、あまりにビーチ風が強すぎて、とても車中泊どころか車から降りることすらできないような、そんな状況だったので、ここもね、まあそこそこ風は強いんだけど、まださっきよりはまとも。というわけでこんなところです。デレン、こんなダムにね来ちゃいました。いいところ発見。いいところですね。もう少しね、奥へ向かいます。で、このさらに奥ですね、駐車場があります。そしてここにある駐車場、これスーパー貸し切りビッグ駐車場。いいね、ここいいよね。まさか一番最初に到着したのは塚さんだ。やったー、到着到着、塚さん号。やった、塚さん。やっと会えますね、塚さん。ようこそ。初めまして。信じられない。こんなによく見てるのに、ね、初めまして。あ、こんにちは。いや、こんにちは。最近あんまり出てないですけど。はい、挨拶。こんにちは。これがあのバス。すごい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 。しかしデジタルの世界でしか見てないおっさんだから、ようやくおっさんとおっさんがコラボレーション。おっさんとおっさんが。あ、本当によく会いましたよ。奥様はカメラマン。それでは早速塚さんのバス、どうぞ見学したいと思います。葵さん、入ってみてください。ルームツアーして。ルームツアー。レッツゴー。レッツゴー。あ、まず書籍コーナー発見。イニシャル D が綺麗に並んでおります。さあ運転席がこんな感じ。いいね、ウォークスルーで入ってこれるのね。そしてここに対面式。これ何人乗りですか、塚さん。これ定員は10なんですよ。乗るんだ、すごい。2で後ろが4人なんですけど、はいはい、あ、後ろとね、ちょっと後ろも。はい、まずこちらにシンクと、それから、あ、違う、ギャレーって言うんだよね。それからコンロ、さらに循環ガス湯沸かし器。これ自分でつけたの？時代。この時代のキャンピングカーにかそういう危険なものついてない。そうだよね、うん。これ通るんだ、車検。すごい。で、その上に、あの、換気扇、ベンチメーターがあるから。ああ。使用する感じ。あ、なるほどね。ちゃんと換気取れるからいいんだ。これは。あれだ、たっぷり使える電気シリーズ。つい先日買ったばかりの。はい。もうツイッターでずっと見てました。1万ワットは聞いたことないわ、そんな容量。で、ベッドルーム。ということは、ここのベッドルームでダブルぐらいサイズが。クイーンかダブル。で、これもベッドになって。うん、これシングルぐらいかな、幅が。90ぐらいある。これで4人が、ゆったり快適に。ちょっと前まで同じハイエースだったのに。裏切りました。急にグレードアップしやがって。しかしこれが最近話題になりました、ルームエアコン、まんま家のやつですね。これは涼しそうですね。いやー、すごいいいな。ここの下は物置けるようになってる。そう、あの、もともとはその座席4人掛けベンチのその足の置き場なんですよ、うんうん、ね、そのこの裏見てください。おじさん、あの配線だらけの、くわっ、あえてその機械を見せるケーブルワークにしたんですよ。このマニアの人たちが喜びそうだ。だからこの線のね、配置の仕方とかもアーティスティック。それを狙ってみた。なるほど、さすが。あ、ここでね、長さをちょっと変えることでぶつからない上手なレイアウト。その赤いところと黒いところを同時に触るとパチッとすると、むき出し。あとあとカバーしますか。いやー、男らしい、むき出し。これは危険だけども、でも男心をくすぐる
デザインとなっております。メカメカしいのがいいですね。分電盤の中みたいな感じがね。はい、分電盤の中はアートですからね、その職人さんたちの。そうなの。そう、どういう配線をレイアウトするか。ああ、やっぱここの仕事が雑だとすごい指摘されるとかね、そういうところあるんで、俺の心をくすぐるこの作り方。でも怖い、こんな太いの。怖い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 。ちょっとね、こんな感じで手のバーンって触ってみて。やだよやだよ。ここで管理できてますね。そうです。それが 12V 関係です、はい。真ん中が総合充電関係の。右2つがサブバッテリー、はい、今 100% たっぷりですよって。そうですね、はい、走ってきたから、はいはい、いやー、こんな最高の空間。まずさ、俺がこう立ってもね、全然余裕があるっていう、このゆとり。180センチぐらいまで行けます。いや、バスすげえ。やっぱり腰に優しいから、おじいちゃんにはいいですよ。大切、うん、旅の途中で腰痛出るともう地獄ですからね。そう、だから中で立てるってすごく大切なんですよね。じゃあいいなー、この広さ。でも消耗品よね、ここは。まあそれはそうですね。ギリギリこのサイズいいっすね、やっぱね。珍しいでしょ、このショート。珍しいと思うね。え、あんま見たことないよね、これ。じゃあちょっと聞いていいですか、つかさん。何でしょうか。かわいいポイント教えてもらっていいですか。かわいいポイント。かわいいポイント。これの？これの。お前、おっさんがかわいくないからな。やっぱり、うん、ガチで言うと、上級スタイル。あー、刺さった。10円後ろに入れたよね。ウィリーするやつ。あ、そうだね。なるほどね。ドクタースランプ、アラレちゃんのフォルムなんだよね。だね。車自体が。それだね。前から見るとさ、いかちいなと思うんだけど、横から見ると可愛らしい。そうなんだよ。チョロ Q みたいなバス。確かに前から見るとバスなんだけど、横から見ると、おい、短いのかーい。天然パーマ。長岡さんによろしくお伝えください。はい。さあ、バスが出発。ワンダフルデイズ、帰りまーす。組長、お疲れ様でした。見てください、このナイスな T シャツを。ストームとレディーです。お前かっこいい T シャツ着てるな、これ。 52 Weekend。 おっと、全員お揃いです。やったね、最高。うわ、ナイス。なんということでしょう。お利口さんな犬が3匹います。座ってるとサイズが一緒、青い。そう、素敵です。すごい、てってれー。女子大生の部屋、匂いが違うよ。これもね、全部それが女子大生の部屋か。ホワイトボードです。あー、大学生か。なるほどね。壁打ちできるのね、一人壁打ち。あ、でもなんかレポートっぽいのがぶら下がってるところが JD っぽいし、犬のぬいぐるみがかわいい。それを一生懸命説明するおじさん。あ、雰囲気変わるね。あ、いいね、うん、だから上と合わせてラインがこう、これがなんか普通のインテリアで流行ってて、こういうところだよね、やっぱり。僕らにはない発想だよね。壁と天井が一列につながる感じで。え、すごい。これ何書けばいいか。お題が書いてあるよ。まずむずくない、ちょっと見ちゃダメなんですよ、これ。記憶だけで無限の彼方へ。さあ、行くぞ。近い、ダメ、アップするんじゃ悪くない。見つけるよ。俺女子大生の部屋に俺が描かれてるって、なんか出るとき聞いた。俺がいる。気をつけてね、メイちゃん。はい、ありがとう、また遊び来てね。天然パーマ。みんなで海で遊べました。当初の予定通り、最初の予定してたポイントとはちょっと違うところに変更しましたけど、ここはここで最高に気持ちいい海。ついに出発です。また楽しかった。また必ずお会いしましょう。つかさん。
最後はみんなでお見送り、気をつけて、バイバイ、塚さん、バイバイ、バイ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 、どこかで必ずさよなら、塚さん、また会いましょう、また会う日まで。居酒屋バンライフ、これでオールコンプリートです。また次の夏集まりましょう。それではまた、閉店ガラガラ。ジョン。 Dude, that father is 10 men permed!